ということで今サバンナゲートへ向かおうとしてます。ちょっとまだ迎えるかどうかわかんないですけど、というのもまず許可をもらわないといけないですよね。結局ですね、ラオスのロックダウン延長されてしまいましたんで、本当だったら今日から自由になる予定だったんですけど、ちょっとそれも延長されたんで、結局その特別な許可をもらってからじゃないと県境の移動は行えないという感じになりました。ということで今許可をもらおうとしている最中なんですけれども、ちょっとそれもまだ来てないんで、まあいろいろとその前に片付けるべきことを片付けようという感じですね。いやちょっとわかんないな、もうどうなるか。いやいや怖いよ、怖い。はい、ということで今ですね、サバンナゲートへと向かっておりますよ。今2時間3時間ぐらいもドライブしたのかな、今だいたい3割くらい来た感じですかね。ちょっと今からですね、なんともうちょっと行ったところに橋があるらしくて、その橋にこれお金をね投げるとお賽銭みたいな感じなのかな、なんかその交通の神様が僕らをね守ってくれるらしいんですよね。ちょっと楽しみ。さあ来ました、ここです、ここです。あ、なんかありますね、なんかちょっと見えづらいけど、はいはい、ここね、ここで投げるとなあ、あ、あ、違う、あー、だいたい橋の真ん中まで行って、おう、カレー、ノーツダーツカレー、Between the Maple River and Indian. I see. Can you separate? わかりますよ。これだからね、ここあれ見えるのがメコンリバーね。Okay. That is Mekong River, right? Yeah, that. Then this is branch, right? Yeah. だから支流になってるわけですね。これメコンリバーのね。で、その支流の川の上に、流れてるとこの橋はある。あー、いやいや、ちょっとわかります。なんかあの辺りね、ちょっと色が違うんですよ。ちょっと色が違う。なあ、ここ投げます、投げます。いや、しゃべらない。あら、あら。川じゃないとこ飛んでっちゃった。川じゃないとこ飛んでっちゃったけど、大丈夫かな。ありゃー。いやいや、なるほど、なるほど。お祈りしたの？はい。先ほどの川にいる神様はね、ドラゴンなわけですね。仏教の世界にドラゴンって出てくるんですよ。水の神様なんですよね。で、日本でもちょこちょこドラゴン、仏教のなんか寺院とか行くと見るんですけど、なんかタイとかこのラオスほどじゃないですよ。タイとかラオス行くと絶対ドラゴンの像が絶対あるんですね。で、これ日本で言うとナーガっていう風に言われてて、そのナーガっていうのは結構このラオスとかで結構有名で、で、そのな、多分ナーガですね、多分さっきの、川の神様もおそらくナーガなんですけれども、そのナーガ様に、旅の安全をお祈りするというのが先ほどの橋のすべてみたいですね。タタ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 、いや、このね、ラオスのね、ドライビング久しぶりですけど、これ10時間ドライブ、過去に僕2回ぐらい経験あるんですけど、まあ、これね、僕初めて今回気づいたのこれだよね。これすごいよ、これ分かります、これ、あの濡れタオルなんです、あの濡れタオルなんですよ。これがね、あのスーパーじゃなくて、まあ、コンビニで15,000キープくらいで売ってるんですよね。もうめちゃくちゃ冷えてんので、これまあ家でやろうと思ったらできるんですけど、なんか家でやるとかよりももうすんごい具合で冷えてんですよね。もうすんごい具合で冷えてんですよね。で、いい匂いするしね。これね、めちゃくちゃいいですね。これ日本のスーパーでもやったら夏バカ売れすると思うんですよ。どうだろうな、いや、すごいです、これはラオテクノロジーですよ。ラオテクノロジーだね、すごいねって言ったら、いや、これはタイのテクノロジーだって言われます。Nチャンネルご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは旅に関する動画を上げていっております。少しでも面白いなと思ったらいいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。次の動画を作る時のモチベーションになります。ありがとうございました。それじゃあまた。